インドと中国の古典医学古代インドではアーユルベーダ AYU 生命、ベダ知識という医学が存在していました。記録によると紀元前3000年頃にはすでに体系づけられていたといいますからヨーロッパよりもかなり古い時代に始まっています。アーユルベーダではワータ、ピッタ、カパという。 3つの動体の体性質に分けて病を捉えます西洋の古典医学がどちらかというと進学進行に弾を発する感が強いのに対してインドや中国のそれは自然進行が中心に据えられています。またアーユルベーダと西洋の古典医学はどちらも体液障害によって病気が起こるという類似点を持ちます。 治療内容としては薬物療法植物動物鉱物運動洋画瞑想そして手術療法など広範に行われています紀元前800年頃、バラモン時代になると彼らの医学的知識は拡大し糖尿病の存在肝臓病の腹水破傷風や単独についても記述があるこの時代の治療の基本は食事療法 そして下剤、塗剤、昼治療、幹部に針を打ち、少量の血を出す白く、白く療法も用いられるようになります。学問としての医学は西洋の起こりと比較すると、ある意味、インドで先に発達して、それが西に伝わったと考えてもおかしくない。驚くことに、当時のインドで天然痘の治療に一投法を行っています。とは、 いうものの実際には天然痘患者から移し取った性のウイルスを使用したとすれば大勢の死者が出たと思いますが死闘という方法を知っていたというだけでもヨーロッパよりも2,000年ほど先んじていたことになります。中国は世界次第文明の一つである項が長い文明を開いた国です。 前寛時代 BC206-8 に書かれた規定皇帝内形、大形、2世紀に長中形、アスタリスク1が書いた傷小三ンロ論と近畿近畿要略要略あと漢時代の作とされる神新の右本の右本草造形京数々の遺書が書かれていますまじない的な側面も中にはありますが 治療の理論体系は整然としています。の本造形は紀元前2000数百年の帝王で農耕医薬商業の神缶のに、その由来があると言います365種の薬の中で上品上本120種中品中本120種下品下本125種が記載されています上品とは 無毒で長期服用可能な元気を増すよう命薬。中品とは、体力を補う養生薬。しかし、使い方を間違うと毒にもなる。下品とは、治療薬として用いられる。毒が多いので長期には使えないとする。中国では、医学が起こる当初から治療薬は毒であると考えていたのでした。中国医学の特徴は、 何と言っても新治療と旧治療だと思います体には生命の脈管が流れる経絡があると考えるのですその経絡に沿った治療点に長芯を指すまたは急を据えるのです芯のように細く小さな先端で治療点を刺激する前章で説明したように病人には必要最小限度の信号が必要 というう法則そそののももでです。もそうです。小さなやけどつまり小さな危機を意図的に起こしているわけです。アスタリスク1長中系は具体性を書いていたそれまでの注意学に疾病の治療方法を明確に解いた最初の人でした。 治療の根本としました。